北海道のオートバックスで2級整備士自動車検査員をしております天野孝信です。普段は、電装取り付け、車検整備、あと足回りの交換などを担当しております。それではオートバックスのピットサービスを紹介いたします。車体は特に積雪地域だったりとか、海が近い地域だったりというのはやっぱり鉄でできているので、かなり錆は進行すると思います。雪国で一番多いのはやっぱり、凍結防止剤だったりとか融雪剤、中に塩化ナトリウムだったりとか塩化カルシウムがやっぱり錆の原因になるので、そこが雪国は一番多いかなと。錆を防ぐには、自分たちがやっている方法としましては、下回りをこまめに洗ったりですとか、あとは錆を防生するスプレーを塗ったりですとか、そういったところで錆を進行を遅らせたり防いだりしています。コーティングは下回りを洗浄してからスプレータイプで乾燥させずにそのまま拭けるタイプになるので、錆びやすいのはやっぱ足回りですかね。足回り、マフラー、あとリアですかね。リアのロアアームとかホーシング系が。リアは超えてました。ここら辺はやっぱ錆びますね、めちゃくちゃ。あとサスですかね。K は鉄板薄いから、ボディも全部鉄板薄いんで、このタイヤハウスから始まって外側に出てくるんで、耳、下回り、そのままタイヤハウス行ってフェンダー出るともう側が全部バッ。錆びて、毛はやっぱサス細いんで、やっぱり折れたりしてますね。新車は、やっぱり錆びる前に防生することによって後から錆が出づらくなるっていうのと、中古車に関しては、今現状やっぱり錆びてはいるので、その錆を極力抑えてあげる、錆の進行を遅らせるっていうのがやっぱりメリットだと思います。カビの原因物質に働いて被膜を構成するんで、例えば塩化ナトリウムだったりそういったものに反応して反応型の、防生剤になるので、錆びてる車にも効果はあります。基本的には成分的にもゴムとかそういったところにも症状は特には問題ないということで、施工時間は、下回りの洗浄を含めても、1時間以内には終わると思います。足回りの中とか上側はやっぱりノズルじゃないと入らないんで、マフラーの上側とかあるじゃないですか、タンクの上側とか、そういうところはディスクとかにはかかんないようにしなきゃいけないんで、あとエアゾール式なので、やっぱり手で噴射するよりも噴射のスピードもあるのでしっかり濡らされますね。車検以外のお客様にもタイヤ交換ですとかオイル交換ですとか、やはり車を上げる作業のお客様にはやっぱり錆が多いので、おすすめは基本的にさせていただいてます。やっぱり車、大事なお車ですので、長く乗っていただきたいというのと、やっぱり穴が開いてしまったりですとか車検が通らなくなってしまう前にやっぱり予防としてやっていただいてます。コーティングの効果は使用する地域にもよりますけど、基本的には1年程度、僕はもう毎年やってます。時間も楽ですし、1年に1回やってるとやっぱり謝礼がやっぱり伸びるので、費用は車の大きさにもよりますが税込み1万780円からになります。